バウアー CS 広島第3戦に登板。 DeNA に残ればバウアー投手がクライマックスシリーズ登板に向け 100% 間に合った横浜スタジアムでの全体練習後に三浦監督が右腕について先ほど本人と話しましたが、登板後のチェックも問題なかった、 CS に間に合いました、広島に行きますと明言した。順調なら中4日で16日の第3戦に先発することが濃厚となっている。ファースト第3戦まで行ったら先発バウアー大丈夫かいな。まあバウアーも投げたらやばいなら絶対嫌がって投げないだろうし、なんとかなる目処が立ったんやろ。先発ピースはなんとか埋まりそうやな。16日アズマ、15日今永、16日バウアー。3戦目か連敗したら終わり。理想はアズマ、今永でファーストを決め、ファイナル初戦にバウアーだな。ファイナルからなら1戦目6戦目の2回先発できる。できることならアズマ今永で2立てしてバウアーの負担を小さくしたいな。さすがに闇上がりの火曜はバウアーでも壊れる。バウアーライブ BT 中4日で回してるからいけるいける。まあバウアーが投げたいって言ったら投げさせるしかないわな。バウアー使って負けたら諦めはつく。勝ち抜いて CS ファイナル頭にバウアー持ってこれるようならワンチャン日本シリーズあるんだけど、マーク追加。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。